こんにちは、プラザ・ヒロのお時間です、MC のヒロです。これからの一時間、皆様と、えー、時,事時事話題についてお話,お話をしていきたいと思います、えー。番組へのご意見・ご感想は、メールアドレス、七六一アットマーク、FM コザ。jp、ファックスは、零九八九三四の八六五三。番組までお寄せください。 今週はですねニュースな話題としましてお友達とお友達バーチャバーサスチャイルドですねそれと「なんでやねん」のコーナーはあのトランプさんがあの動画でアップしました CNN ノックアウトですそれではまず今週の曲1曲お聴きください「マホロバ,マホロバの夜明け」です はい戻ってきましたあれですねマホロバさんはすごいですね幻想的ですねなんかあの神話の世界みたいな感じですねはい、えー、それではあの今週のニュースな話題のコーナーですお友達 vs チャイルドというタイトルになります、えー、当然お友達というのはあの今お友達内閣とあの揶揄されている安倍内閣で お友達優先の,ですねあの森友学園とか家計学園なとかですねあのまたあのお友達でだあの大臣になったですねあのかの有名な答えられない金田法務大臣違法発言の稲田防衛大臣で政治資金疑惑の下村元文部科学大臣。 辞められたたでですすねね会長だったです、ね、でやめられましたねが問題となって国政をあの占うあの都議会選挙と言われているのが7月の2日に行われたんですけれどもあの自民党がですね史上最低の28議席改選前はですね57もあったんですね。ということであの惨敗しました。勝ったのがですねあの 小池由里子都知事東京都知事ですねが率いるあの政治塾あ,の、うんえー、とあれはね希望の塾っていう政治塾を作られたんですけれども、えー、その中からあの候補者を選抜しまして希望者を中心にですね選抜しましてあの50名あの立候補,候補として候補としてあの たったんですけれども、その中でですね、四十九議席落ちたのは一人だけということになりました。で、もともとですね、改選前は六議席だったんですね。あの都民ファーストの会という会派としてはですね、これはあの選挙前にですね、あの他の党から、議員さんがですね、他の党とか無所属の人がですね、都民ファーストの会にあの入会して、あの在籍してですね、選挙を戦ったということですね。 で小池知事の選挙への影響がですねあのとっても大きく現れましてでまああのまたマスコミが揶揄してるんですけれどもあの小池チャイルドと呼ばれていますで、まあ、今回はですねこのお友達対バーサスチャイルドということであのお話ししていきたいというふうに思いますであの前回の選挙ではですね自民党と連立してたですね公明党早々とですね あのトミーファーストと連,連,連立しますということで選挙区のですねあの立候補者の調整とかあのしたみたいなんですけれども、えー、こ,こちらの公明党さんはですねあの23議席取りましたでこれは改選前22ですから1議席増えたんですね。で選挙結果を受けてですね安倍首相総裁ですね あの党の総裁であり、えー、内閣総理大臣首相であるというあの兼務しているわけなんですけれども安倍首相はですね、えー、選挙結果を真摯に受け止め初心に立ち返り云々というふうに反省の弁を述べていますほんまかいなっていう感じですねでお友達とですね仲良きするのは当然いいことなんですけれどもあの国政をですね巻き込み便宜を図ったかのように見えるですね ことはですね国民の代表としてはふさ,ふさわしくないというふうに誰でも思えてしまいますね。民主党政権がですね一時期あの政権を取ったんですけれども2009年から2017年あの最後の野田元首相がですねあの劇的にですねやりましょうですねで解散したんですねでこの時にですねあの自民党と約束したわけですね。 何を約束したかというとですね、えー、税制改革構造改革やりましょうっていうふうなことを約束して解散したんですけれどもあの時の約束どうなったんでしょうね。あの一向に進んでこないです大、ねうん、困したあのちょっと話戻すんですけれどもあの大勝ちしたですねあのトミーファーストの会、まあ、小池 あのゆり子さんの,あの知,事知事の,あの党ですね支援団体というか知事,が推し知事を推しているあの団体になるんですけれどもまあ多くの,あの子どもたちチャイルドを誕生させたんですけれどもえこちらがですね政治家とか官僚から都民政治家とか官僚から都民 の逸脱した行政をですね議会運営とかですねそういったものをですねあの批判してですね都民の代表に都民の代表であるというふうに見せかけることができてですね対象したということになるかと思いますすねねね本当にそううなんんでででしょうかあ、ね、あのまあ、チャイルドといえばです、ね、あの昔小泉さんが作ったですね。 小泉チルドレンっていうのがありましたね。あの今タレントをされている議員さんもあの小泉チルドレンであの当選したらどうしますかって当選しましたけどどうしますかってのあの車買いたいですねって言ってあの不適切発言ということであの大きな話題になりましたね。でまあ、それれがあの本当に心心かかからら出たたう,うっかりした言葉なんですけれども、まあ心から 出たあの正直な話やなというので今タレント活動してますね。でまあ,あの小池知事はですね就任後にですね「あの乗り弁をなくす賢い支出」など分かりやすい言葉でですねずっと支持を得てきましたね。でまあ結果的にですね大きな失策もなくですね自民党を あの都議連の方がですね知事をないがしろにした対応などあの大きな失策がですね続いてあの都政ではない国政の責任まで取ることになりましたねこれはまああれです、ね、あの自民党っていうのがこんなもんなのかっていうふうに思われてしまったわけですね、まあ、当然そうでしょうね、まあ、国都民もですね国民なんですよね結局はね当たり前のことですね。で自民まああの 小池知事はですね、まあ、あの課題としてです、ね、豊洲移転とかオリンピックの予算とかですねいろんなことをですね残しながらもですねあの、まあ、大きな失策なかったんで自民党ほどひどくないなんかあれですね昔なんかありましたねあの究極の選択って言ってあの嫌なことばっかり並べてどっちの方が嫌やからまあ、マシな方を取ろうかっていうような感じでそんな感じに差し的に。 今回はなってるような感じかなというふうに思ってます。でまああの自民党のですね失策があまりにもひどくてですねまあ、小池さんにすると相手にならなかったんじゃないかな。で選挙中もですねあのまあ有先でですねいろんなあの大臣さんのあの。 不適切な発言とか違法発言とかいろいろあったもんでですねまあこれ以上批判するとですねまあ相手のこと選挙ですから勝ち残るために相手批判したりするわけなんですけどもこれ以上批判したらですね逆に半眼びいきになるんじゃないかっていうふうに思えるほどまあひどかったですねでまあ手加減必要なほどしたのかなと思うような気もしました。まああの 今の都議ですね昔の旧都議自民党中心とした都議はですねまあ本当にこの貴族意識というか私はあの議員で偉いんだぞというあの意識がですねこれほど人を堕落させるのかというふうに思えてしまいましたね。でまあ,あのちょっとまた話戻るんですけれどもチャイルドの話ですけれども、えー、小池知事のですね人気に乗った あの政治経験のない人たちを中心に公募したわけですね。で実際はですね中身どうなのかっていうと公募したと言われてるんですけれども実際はですね規制政党から裏返した政治家も多いんですね。で民を反映するあの意識が高いと思わせたのがまあ勝因であったというふうに思いますね。で自らが議会において あの決定権をですね託された時もうこれからあの議員になったわけですから当然託されるわけなんですけれども重要なのはですね小池知事の呪縛から逃れてですね民意を反映する見識を持てるかどうかっていうことだと思いますね。でまあポピュリズムっていう民衆語言語とか言われるんですけれどもでこれもまた批判を受けるんですけれども。 ま、民主主義はもともとポピュリズムですよねで。まあ、民主主義なんで民主主義なのかって言うと、まあ優れた独裁者を求めていないということが重要なことではないかと思いますね。で、まあ優れた人がですね。絶対権力を持って市民を思いば,重んばかってですね。判断するのではなくてですね。市民に。 で良い民意を反映させる政治家を選びましょうというのが民主主義になってるわけですね。だからもう考え方が全然違うわけですね。で、まあ、特殊な人は求められてないんじゃないかなと最近思うようになってきました。で、まあ、チャイルドたちがですね、あの規制の政治家のようにですね、あの利権やですね、自らの地位をあの有権者の民意より反映させることなく あの小池知事から自立した判断が判断でですねあの民意を反映しなければですね多分2期目はないんだろうなと思いますそうするとまた元のうん世界が戻ってくるんかもしれないですねあの受け皿がなければあの行き先がないわけですからで誰かが 当然議員になるわけですね。で、まあ議会運営してんで、で行政を行うということになるとなるんですからね、しょうがないですね。で、また揺れ戻すと思いますね。まあ、これが揺れ戻してどんどんいい方に行くんでしょうね。であのー、もう一つですね、国政進出をですね噂されている小池知事なんですけれども、まあ都政についてもですね、なるほど。 っていう風なものも、そんなにはないんですね。で、まあ、なんでこんなに人気があるのかな、マスコミが批判しないのかな、っていう風うに、まあ、思うとですね。あの、巨悪を退治する、正義のヒーローを、うまいことを演出してるんじゃないかな、と思いますね。で、制作、まあ、実態、中身はですね、あの、なるほどっていうものが出せない、ということはですね。制作スタッフが不十分で。 で政策を考える体制固めがこれからは必要になってくるんじゃないかと思うんですけれどもまあちょっと別の考えであのじゃあそんなスタッフ本当にいてるのかなっていうふうに思うと実はそんなスタッフはどこを探してもいないのかもしれないですね。でこれどこにいてるんやっていうとどないしたらいいんだっていうとまあ市民こそが有能なスタッフですよ。 だから市民の意見をどんどん聞いて話し合って何を求められてるのか何をやらないといけないのかっていうのを考えていかないといけないのかもしれないですね。でまああの今,これも今までの話は東京であって国政であってあの沖縄と関係じゃない関係ないじゃないかっていうふうに思われているかもしれないですけれども、まあ、沖縄の地方政治ですね。あの 町長さんとか市長さんとかあの議会議員の方もですねあのまあ地方議会地方やから地元優先で既得権益の確保は市民の利益と共通なんじゃないか、まあ、産業育成とかいう意味でですねで地元企業を育てるためにな、まあ、何とかしましょうっていうことで今までは良かったのかもしれないですけれども。 実はこれは別のものであるような気がしますね。でまあなんでかというとこんなに自由に情報があっち行ったりこっち行ったり個人で情報を発,あの発信できるような世の中になったわけですから全然レベルが違ってるような感じがしています。で私はですねあのト,ランプだトランプさんがですねあのアメリカの大統領になるまで 政治とはですねできるだけ離れていようというふうに考えていました、まあ、思まあ持ってたイメージはですねあの汚いな汚いことばっかりして自分のことばっかり言ってというふうなイメージ持ってたからなんですけれども、まあ、トランプさん出てきて、まあ、状況が一変しました。でこれは何,何なのかっていいますと特別な人がですね政治行政を行うのが民主主義ではないというふうなことを 感じさせてくれたわけですね。で、今は平凡な人が実現したいあの社会観、こんな世の中にしていきたいというのをですね、あのちゃんと市民にアピールして、で市民と共に作り上げるのが政治だというふうに感じています。だから特定のですね、政治家を支持するあの組織票も民意の表れなんですけれども。 当然そうですねあの支援,してる支援す,する人がいるわけですからそれも民意なわけですけれどもあの実はですねあの危険票がですねあって、まあ、選挙行かない人たちですね、まあ、危険票がですね民意を表していない最大の票なんですねでこれがですね少し動くだけ、まあ、10%パーとか20%パー危険票がですね投票に行くだけで 大きなチャイルドを誕生させるわけですね。まあ、今回の話になるとチャイルドを誕生させたわけですね。で、今までのあの個人的あた今まではですね、あの他人ごととしてですね過ごしていたまあ地方選挙にもですねみんな行きましょうというふうなことを私は思っております。で、新しい政治はですね最大の不動票まあ、危険票 で生まれます生まれると思いますねで小泉チルドレンあ、小池チルドレンもですね小池知事がですね就任した時あのし新知事をですねあの軽視するようなこれ後ろに都民がいてるわけなんですけれどもそれを無視するような自民党の都議連を信じ,信じられなくなったんですね都民がそれで大きなあれがもう根本的に残ってたような気がしますね で、まあ、国政、まあ、ち、沖縄でも同じようなことが起こるんだというふうに思いますね。まあ、見えてないだけで、実態はどうなんでしょうか。これからどんどん見えてくるんじゃないかというふうに思います。で、国政でもですね、あの、規制政党の所属している議員がですね、あの、まあ議、議員と議員の満身ということでですね、政権た選挙を担当するとですね、まあ、いろんな、あの、つまらんことを。 やりやり始めてですね。まあ、どんどん信頼をなくしていくっていうことになるかと思いますね。で、多分、あの小池さん、小池チャイルドがですね。今度国政に出るときは、この辺をついてくるんじゃないかというふうに思いますね。まあ,あの、小池さんがいいとは思わないんだけれども。ま規、あ、制の政治家より。 とはまた違ったやり方でやろうとしてるのかなというふうなことを感じてますね。で、まあそれが大きな民主主義の流れなのかなというふうにも思っています。で、小池さんがですね、あのまあ、なんかあの失策をしてですね、責任を取るようなことになってもですね、次に続くこういう 政治家の方はどんどんん現れてくると思いますでその時はですねあのもう特殊な政治家ではなくてですねあのふ今まであのどうでしょうねあのラーメン作ってた人があの突然あの志を立ててこの町を良くするんだこの社会を良くするんだというふうに志を立てて仲間を集めて。 政治家になるというふうなことも起こるのかもしれないですね。で、その時にですね、あの官僚は当然国あの市民のために働いているわけですから、サポートしていくような気がします。はい。まああのお友達対チャイルドということで少しだけお話ししましたけれども、そんな風に感じております。はい。えー、それでは、えー、続きまして。えー 一曲お聴きください。 はい、ままたた帰ってきまし2、えー、つ目の「なんでやねん」なんですけれども、えー、今週は、えー、CNN ノックアウトトランプさんやってくれますね大統仮にも大統領がですねあの嫌いや敵やと言ってるですね相手をですね殴り倒したんですね。でまあ、これあの衝撃的で、まあ あ,のあんまりにもですね馬鹿げてるんでですね言いたいこともしっかり伝わりますね伝わるんやけれどもまあちょっと日本ではまだ無理ですねで日本のまあ民主主義はですねそこまで成熟してませんねまあ本当に降参ですでトランプ のアメリカ大統領がですねあの自身の政,策政権にですね批判的な報道を繰り返すまあ選挙中からそうだったんですけれどもあのマスメディアですね CNN の昔あのケーブルテレビでマイナーな放送局というか報道機関だったんですけれどもまあ今は立派にあの成長しましてあの大きな巨大なあのニュース中心の あの報道機関になってますねでその CNN 目の敵にしてましてトランプさんがですねで CNN の文字をはめ込んだ映像をですねあのまあ,あのな何かというとですね10年ほど昔にですねあの自分がですねトランプさん自身がですねプロレスの興行をしたんですねでその時の動画をですねあのまあトランプさんがあの リンクサイトであのやっつけてる相手をやっつけてる映像の相手の顔のところにですね「CNN」っていう文字をはめ込んでですねでそれを流したわけですね動画にアップしたわけですねでまあリンクサイトでノックアウトされる「CNN」っていうのでを,をツイッターに流したわけですねまあよくやりますね。単純明快 あいつは嫌なんや殴り,もう殴り倒すって殴り,殴り倒してでもやっつけるんだっていう意思が出てるんですけれどもまあねあのアメリカの大統領っていうと、まあ、巨大な権力を持っている人物なんですけれどもその人をですね批判し,し続ける方もし,し続ける方なんですけどそれを捕まえてですねまああの 今まで口頭ではねうつきやとかあの言ってるんですけれども殴りつけるわけですからね実際にはやってないにしてもちょっとまあ考えられないですね。であのそんなことをしてるですねあの CNN とかあの ABC ですかあの大手のマスコミさんはですねこれあの日本と違ってですね あのキャスターやあのスタッフがですね交代することもないんでしょうね。で言論の自由がですね守れられている国なんだなというふうに本当に思います。で民主主義というのがですねあの国家の根幹をですね支えているっていうふうなあの証拠だというふうに思います。で日本だとですねあのちょっと と昔ですね2016去年から今年の,あの初頭にかけてですねあの政権に批判的な主張をするです、ね、報道番組のキャスターが相次いで交代しましたねテレビ朝日の,あの古達さんとかですね TBS の岸井さんとかですね NHK のクラウドアップ現代の、えー、キャスターとかですねあの3月で交代しましたという発表が続きました。 でまたあの去年はですね大越キャスターがまあ4月から交代ということもありました。でこれのこれれのと前後してですねあの高石総務大臣、これあの放送日本でですねあの私も今、かっこ喋ってるラジオで使ってあの喋らせてもらってるわけですけれどもこれをですねあの管轄している。 あの役所がですねあの総務省になるんですけど昔は郵政省だったんですけどあの省庁再編で総務省になりましてでその総務大臣がですね高市,高市さんなんですけれども偏った報道は放送法に違反し、停波を命じることもあるこれ3月8日にですね衆議院の予算委員会でした発言なんですけれども。 まあ結果、ですねその時あの報道機関はあんまり騒がなかったですね、ちょっとなんか萎縮してるような感じやなというふうに思ったんですけれども、ちょっと力のあるキャスターの人は文句言ってましたけどね、でもなんか大きく取り上げられなかったですね。 まあ電波止められたら終わりですからね。あの裁判に持ち込んでも、その間電波止まった。まんまですからね。あのもう。放送局というをも運営している会社がこけてしまいますよね。で、その時にじゃスポンサーさんですね。あのコマーシャル出してるですね。あの、スポンサーその放送局助ける。 までののがあるのかっていうと、まあ、そこまで気概ないでしょうね今度自分に降りかかってくるのと違うかっていうふうに変な憶測するような,なんか恐怖政治みたいな感じのところもあるんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、そこまでの根性はないような気がしますね、まあ、全ての会社がそこまでの根性はないでしょうねでまあ政権からですねあの報道機関への具体的な圧力は あの公表されてないんですけれどもまあかの有名な安倍政権が得意としている忖度が報道されるされ始めるんきっかけとなる前後辺りがこの「停破するぞ」っていう話の時期と一致しますね。で日本はですねあのもともと思いやりとかですねおもてなしとか えー、口に出さずにですね相手の希望をですねあの推測する文化がありますねでこれはいいところで言うととてもあの素晴らしい文化なんですけれどもあの法治国家の政治や行政ではですねこの文化が弊害になっているようなところもあるんじゃないかなというふうに思います。でアメリカっていいう国国はでで、ね、でですすすねねねと移民のの自分の考えを主張せしないとです、ね、相手に 分かっっててもらえないっていうのが当たり前で,で法律はですね国民まあ市民ですねが守る共通のルールの根底になるわけですねで。でこれ守らないと自分自身を守ることもできないっていうふうなことがもう肌に染みて感じてるわけでしょうねもう意識としてねで。でアメリカ人にとってはですね日本の,あのはっきりと自分の主張ができない。 というのは、まあ、息苦しい国に感じるのかもしれませんねで。そこでちょっと考えてみました。どうしたらいいのかなというふうなところで考えてみました。で、えー、っと、あれですね、まあちょっと聞き流してくださいね。えー、例えば、うん、安倍さんがですね、イメージあのよくしようとするとですね、あの松平健にあやかってですね、暴れん坊将軍みたいにしてですね、 世直し物語っていうのでシリーズでこう作ってみたらどうでしょうねあの悪い大名に捉えられた村人をわずかな手下と共にですね救いに行くっていう動画をですねアップすると明快ですよね、あのこれね北朝鮮の拉致被害者の問題あれ最優先課題で確かあの就任当時言ってたはずなのにどんなになってるんでしょうね。 あの情勢が悪いからうやむやになってそのまんまほったらかしですね、どうないなってるんでしょうね、本当に。まあとにかくですねはっきり言わないからですね差し,差し支えるのあることを避けて、遠回しの発言が多いんですけれども、これがですね人知国家、要するに人がですねあの政治を動かしている。まあ あの法令の解釈これ具体的にはどういうことかというと法令の解釈をですね時と場合に応じて人が決めるま,あまさしく今の状態ですねで、忖度により恣意的な解釈がえ横行するような結果になっているのかと思います。であの小泉元総理の時にですねあのよく言われたワンフレーズですねワンポイントではっきりしていたのでとても分かりやすくて。 で、政治の風通しが良かったかのように思います。まあねああ。トランプさんやってくれますね。うん、本当にもう驚,驚きですね。はい、まあ、そんなようなところです。えー、次の曲聴いてください。えー、G ママま、えっと。大丈夫です。お聴きください。 はい戻ってきました、えー、先,先週ですねあの放送しましたあの合間罪についてなんですけれどもあの私あのちょっと前にあの沖縄県警にですね合間罪に質問状を出してましたで帰ってきました沖縄県警さんありがとうございますで帰ってきたんですけれどもあの中身はまあ 官僚的なあの回答であの一問一答で答えていただいたんですけれども中身は今一つよくわからんなやっぱりあの文書で質問すると差し障りのない回答しか返ってこないんだなというふうに思いましたであの一つですねあの容疑者がですねあの冤罪被害者にならないための助言ということでいろいろ あの細かく質問してあったんですけれどもそれに一括してあの警察は今後え今後ともですねあの証拠に基づいて適正に捜査を推進し対応してまいりますという回答をいただいてますまあなかなか苦しい回答ですねあの本当はもっと言いたいことあるんでしょうねではまあそんな回答をい,ただいてますでこの内容ですね私あのフェイスブックに あので公開しようと思ってますのであの興味ある方はあのまた見てくださいでは最後の,あの曲になります、えー、山口百恵さんで「ロックンロールウィドー」になりますお聴きください。 失礼しました。 お別れの時間になりました。それではセクシーナイト三原純子さんでお別れです。また来週お願いします。